富士塚は富士信仰に基づき富士山に模して造営された人工の山や塚である。江戸時代には一般的にお富士山などと呼ばれ、現代ではミニチュア富士などとも呼ばれている。由来には富岳信仰に関連した孔である富士孔が関わっている場合が多い。名所江戸百景に描かれた目黒富士富士塚の造営方法は基本的には 通常の人造の山と同様であるが、中にはすでに存在する丘や古墳を転用して、富士に見立てたものや、富士山の溶岩を積み上げたものもある。富士信仰では、自然の地形の山を富士山に見立てることも多いが、本校では前述の人工の山や塚あるいは丘や、古墳を転用したものなど、一般的な富士塚を主に扱う。なお、富士塚の名称としては後ろに、 富士を伏して、富士のように呼ばれることがある。目黒富士のように、実際の富士山麓にある溶岩洞を模した体内洞穴がふもとに作られた例もある。浅間神社の境内にあり、また本物の富士山の山頂にある、浅間神社奥の宮に対応するように、こちらの山頂にも宮が設けられる。関東地方を中心に分布する。富士山の山開きの日に、富士港が、 富士塚に登山する習慣がある。基本的に富士塚の上から富士山を望むことができるように築造されるが近年の家屋の高層化に伴い富士山を直接視認できるものはほとんどない。また近年では劣化を防ぐためといった理由で通常時は管理者により立ち入り禁止とされている。 富士塚も多いが、それらについては前日の富士山の山開きに合わせて6月末から7月、初め、あるいは祭事などの際に登ることができるものもある。登山道に見立ててついている通路に沿って、1号目、2号目、と、富士山に登る思い入れを込めて登れば、神々しくありがたく、霊言荒高である、ともされており、富士信仰の文化が、現在も脈々と受け継がれている。 現代に残る多くの藤塚の中でも、江戸田の藤塚、豊島長崎の藤塚、下谷坂本の藤塚、木曽漁の藤塚、四季の田後山藤塚が国の重要有形民族文化財に指定されている。一方で、後日の消滅した藤塚で挙げているものなど、信仰の変化や面積的な事情など要因は様々であろうが、痕跡をとどめるのみであったり、 かつては著名であったが亡くなってしまったというような事例もある。江戸名所図絵に描かれている高田富士富士塚は1780年に高田藤お志郎が江戸の高田水稲荷の境内に建てたものが最古であるとされる。この富士塚は文化財となっており、富士港や富士信仰を知る上で重要な史跡であったが1964年頃に バセタ大学のキャンパスを拡張する際に破壊され、近隣の水稲荷神社に移築されている。一方で、当時の場所に現存する富士塚としては、東京都渋谷区千駄ヶ谷の鳩森山田神社境内に、ある千駄ヶ谷富士が都内最古のものとなっており、東京都の有形民族文化財にも指定されている。江戸時代の中期に富士信仰が盛んになると、江戸を中心に、 多くの富士子が生まれ、それに伴い富士塚も多数作られ、現在東京都内には約50箇所に存在するとされる。当時は江戸808町公十8万人と言われ、江戸市中の有名な富士塚は特に江戸八富士と呼ばれた。また、各地に点在する富士塚は、庶民からお富士山などと呼ばれ、親しまれていた。カテゴリー、富士塚も参照。 現在でも江戸七富士と呼ばれる七つの富士塚があり、江戸七富士巡りが実施されている。前説で取り上げた重要有形民族文化財の富士塚を除く各地の富士塚のギャラリー。ありがとうございます。